富本豊前太夫は、不本説の太夫の名跡。代々家元を名乗る。初代に関しては、武前太夫を名乗っていないが息子が二代目武前太夫と、名乗ったために、武前城を初代として勘定されている。明和元年10月22日本名は、福田男子。宮古文語城の門弟。署名を、宮古品太夫後に、宮古小文字太夫と改名。 1747年に、宮古文字太夫が、時和節を創設したに、初代時和津小文字太夫と改名して、脇を務める。1748年に独立して、富本豊史太夫と名乗り、不本説を起こした。1749年に受領して、富本豊前城、藤原高近となる。1752年春に、中村座に出勤。 江戸三座に出演にも出勤。その後1760年に、再び受領して、筑前城となった。江戸下流教、名取二代目、富本豊前城、まと、三江理筆文政五年7月17日、江戸の出身。初代の実施。署名を、富本馬之助という。幼くして、父が死別し1766年7月、中村座で、 ふずきささひとよかのまきに出勤。1770年に、父の命二代目豊志太1777年1月に二代目武前太夫を、襲名。1817年10月受領して、富本豊前城、藤原隆史政となる。おもながな顔から、馬面武前と言われ、美声で人気を誇った。明治9年5月2日、陽明を善太郎。 江戸日本橋人形町桂屋前八の息子。1819年に二代目武前大夫の養子となり、1822年に二代目馬之助の名で初舞台。1828年に三代目武前大夫を襲名。1851年に受領して、富本豊前城、藤原秀弘さらに1852年に武前大城となった。 1859年に隠居して豊かなま沖縄を名乗った。明治22年9月7日本名は富本康太郎。三代目武前太夫の実施。1845年に富本豊、紫太夫と名乗り中村座で初舞台。1852年1月に四代目武前太夫を襲名。1870年に豊洲。 1875年に実施に、武前太夫の名を譲り引退するも、実施5代目武前太夫が溶接したため、1880年に、復帰し6代目武前女王を受領した。長落する中で唯一積極に活動し、復興に力を注いだ。明治22年8月23日本名は、富本玉次郎。4代目武前太夫の実施。 1875年に父に名を譲られ五代目、無前太夫を襲名。襲名後に、木昇座、新富座に出演し、三者祭礼派上鎮で評判を呼ぶ、旧正座にも出演。職望されたが溶接し、以降、不本説はさらに長落する一途をたどる。六代目は四代目と同じ。没年不詳本名は、榎本清久。 骨頭症を営む父が六代目武前太夫と、縁故関係あったために1898年に、家元を相続し、富本豊下夫を名乗る。1909年6月に七代目武前太夫を、襲名。目立った活躍なく、没年も、不傷のため大外される場合もある。兄に、長畑文語節舎未選型の五代目戸ヴァヤリ長。 昭和8年8月3日4代目部前太優の門邸で、豊鶴を経て、新派を立てて、初代、富本宮古寺となり、1887年に、初代、富本豊前を名乗る。富本豊前を8代目として誕生する。昭和27年11月30日8代目の幼女で、豊鶴が2代目宮古寺から2代目、富本豊前を襲名。二代目、 富本豊前を九代目として誕生する。昭和四十五年九月六日九代目の夫。三代目宮古寺から三代目、富本豊前を襲名。三代目、富本豊前を十代目として誕生する。石川丹月の名で作詞家、舞踊家で修正活躍。ありがとうございます。